はいどうも皆さんこんにちはこんばんは、レッドだよというわけでやっていきましょう。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。というわけで皆さんお正月いかがお過ごしでしょうかと、はい、本編動画の前にね見ていただいたかなと思うんですけれども、コラボグッズが発売開始しましたというわけで、キングリーマスクさんっていうブランドさんですね、はい、と僕レッドゲームズがコラボしました商品がございますというわけで、気になる方はぜひ、概要欄もしくはコメント欄の URL から飛んでいただけたらと思います。はい、というわけで入れていきましょう。ですね、新年一発目からですね、新調フェスエース&ヤマト登場というわけでですね、本当に本当に一言言いたい、やめてくれほんま正月からマジで出さんといてほんまね、休ましてほしいんですけれども、まあ特製とかほんまにちょっと長すぎてちょっともうほんまよくわからないんですけれども、一旦ねちょっとね当てたい、とりあえず一旦当てよう。でチケットですね、僕はダイヤこれ恐ろしく使わないといけないと思うんで、一旦僕はちょっとチケット12枚を使ってそこで何体当たるかわからないんですけどね、一応は最低王者の1体があると思うんで、当たったら、かけら、ぶち込んでレベル100にしてそのままリーグに行きたいなと思います。それでは、引いていきましょうか。皆さんよろしくお願いします。一発目、今年の運試しみたいなところですよね。さあ行こう、レッツゴー。さあ一発目大事、はい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 、ワンチャンある、ワンチャン、いっとけないよねー。まあ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 、まだありますから、まだ11枚ありますから、任してください、皆さん。ここで当てといたら、だって儲けもんってことでしょ？ほらほら、あーあるある、ワンチャンある、ワンチャンある。あるんじゃないこれ、マジで。ないわ。そんな簡単じゃない、そんな身長別当てんの簡単じゃないですか。そうですか、いや、あるよ、あるよ。いや、おいっとこ、フル演出以外はもうスキップでいいんですけれども。ちょ、待って、残り9回やろう。いっとけって、マジで。一発ぐらいいっとけって、ほんまに。ないよな、ちょっとフル演出来てほしいね。マジで。頼むで。新年一発目、よろしくお願いします。はい、はい。あるんじゃない、ヒゲ金。いや、あるぞ、これ、マジで。せーの。ないんかい、惜しいやないかい、あと7枚。頼むで、一体で待っといたらええねんて、かけらが。ああ、ある!いや、まさか当たってはいるよね、普通にね。当たってはいるんだからさ、いけるよ、いけるよ。いけーん、頼みます、頼みます。はい。勝てねえ。これはあかんねえ。これはあかんねえ。みんなチケットを買いました。皆さん、チケットで当たりました。これこんな渋いんですか、こいて、来た !32! こいて、引け、金、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、これ見ていい、ほんまに。え、これ、え、ちゃうわ。あったかいな。ちょっと待ってて。いや、星を無駄にいらんから、え、これないのそれ。来るんちゃうん。いっとけて。あたかまく、スネーク、ゲッターやん。ないかマジで。ワンチャン。いや、いっとけんってディフェンダーやね、お前。いや、マジか。フル演出やからあると思ったやんけ。はいはい、まあ行きましょう、行きましょう。くっそー、マジかよ。頼む、一体でいいやって。一体でいいやって、お願い。かけら1200使わなか。金やった。いや、32。引け、金頼む。うわぁ。早ない、あと2枚しかないねんけど。オッケー、行こう。ないか、これは渋いか、これは渋いですね。びっくりしたねー。ラスト一発。行きましょう。はいはいはい、頼む。あ、ないわ。14か、くっそ、戦国来すぎちゃう、なんかわからんけど。はい、ほな、まあちょっとチケット全部使ったんで、このなんかスペシャルチケットみたいなやつで確定やね。これは単発な、あ、そう、無料とかひどく、なんかわからんけど、うん、ひどこついでいで、ついでいな。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、来ぞ、顔でかいからやー、言ってね。はいはい、皆さん引いてくださいね、無料のやつはね。エースさんもね、はい、こんなエースはいらないんですけれども、本当に。はい、ほんならちょっと当てましょうか。え、どれやな、これやな、これやね、これやね、オッケーオッケー。これは単発やね。ワンチャン出るんちゃうの、ワンチャン。いっとけ。まあ、ないわな、そやな。で、これ2発目な。オーケー。はい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 。はい、残念でした。というわけで、ここで確定やな。くっそ、結局確定枠だけや。かけら1200や。はぁ、しんどい。まあ、聞いてください。じゃあ、皆さん。まあ、もう聞いてるか。はい。お、聞こう。うん。
カイドウの首を取りに来た。おーす、ありがとうございます。はい、というわけでとりあえずまあ最低保障のこの確定枠ですけれどもね、一旦手に入ったんで、じゃあちょっとかけらぶっこんでレベル100にしていきたいなと思います。はい、というわけでね、無事にかけら使ってレベル100にしてきたんでね、行きましょう。とりあえずメダルね、一旦ちょっとスキル2短縮型の攻防でいきたいなと思います。でスキルが悲願やったっけ、美顔、これ悲願美顔わからんけど、これがなんかすごく効果力みたいな感じなのかね。で無敵スキルですね。だからヤマトもエースもとりあえずスキル1が無敵スキル、僕は自由に生きてみたい。これがまあなんやイメージガンマナイフみたいな感じでいいんかね、無敵のガンマナイフの110回答ぐらいに対してみたいな、そんな感じのイメージでいいのかなと、わからんけどね、使うまでは僕知らないんですけども。でこれカイドウ以外に要はね、はまあ要はオーブみたいなボーボー性みたいな感じよねこれ多分ね。でシールドがあって、防御力無視のスキルということで、なるほどね。でヤマトもこっち一緒やね。だからスキルには共に防御力無視か。でこれが、チャージダブルチャージがあると、で最後の完了したやつだけ吹っ飛ばしがついてる、そんなイメージやね。なるほどね。でスキルには、とりあえずよろけない、ダウンしない、吹っ飛ばないと、だから状態異常以外では止まらないってことかね。なるほど。ってことはエースのスキルに使うと、なんだ、ゴムゴムの雷とかは貫通で食らうってことやね。あ、ってことはバジュラングは耐えれるけど雷はあかんってことか。なるほどですよね。なるほどなるほど。でエースとヤマトはとりあえず燃焼状態の時と、戦えばいいことがあって、110度戦ったらいいことがある。なるほど、そんな感じですね。でキャラ交代がチャイ長押しね。はい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 、オッケーオッケーオッケー。ほんで体力 90% 以上の時は、攻撃が防御力無視と普通のね。で受けるダメージ減少の、スキルで敵に攻撃したら攻撃力 10% 増加から8回スキルを当てればってこと。そしたらさ、このエースのこのスキル2はどうなんの、2発分上がるってことなんか、ちょっとわからへんねんけど、まあそこら辺もちょっと試していきたいなと思います。で与えたダメージが回復ね、オッケーオッケーオッケー。はい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 。でパラメータ増加中的に攻撃されたら受けるダメージが 30% 減のよろけない。なるほど、うん、難しいですね。ちょっと覚えるのが大変ですね。んで、はいはい、吹っ飛ばしされたら回復ね。はい、これヤマトも全部一緒やもんね。なるほどね。はい、で強化状態ね、破棄状態とかそういうのも解けるってことね。で割合ダメージも回復ができると。なるほど、ちょっともう覚えるの大変なんで実践あるのみですね、とりあえずね。オッケー、じゃあ行きましょうか。サポートか、そうか、ハンフィス、ちょっとね取るの久々なんで。じゃあ相方やね、相方はフランキーね、とりあえずね。耐久ダッシュ型メダルで行きたいなと思います。でサポートがアタッカーもユアラバラメシア新世界と、いう感じで、もうアタッカーとしてゴリゴリに殲滅していきたいなと思います。それでは行きましょう、皆さんよろしくお願いいたします。ご賞はください、レッツバウンティーラ。はい、じゃあ行きましょう、よろしくお願いします。俺はエースカイドウの首を取りに来た。はい、オッケー、行きましょう。かっこいいね。エース&ヤマト。エース誕生日おめでとうな、そういえばな。オッケー、行こうか。とりあえずちょっと、わからんのんで、ワン、ツー、スリー、なるほど。ワン、ツー、スリー、なるほどですね。ほんなら一旦ちょっと取って、あ、キドロとかとやってみる、これ。どうなるんでしょうか、これはね。ワンからの、ワンからの。ちょっと攻めたいですよね、これね。通常打ってみる、これ。おめっちゃ効くやん。そう。あ、そうですか。ボーボーせ、ボーボー。おーい、やっとけい。オーケー、ジャストで入って、ワン、ツーの、スリー。強っ。瞬殺やん。ほね、これちょっと握ってもうて、握ってもうて。とりあえずここ、これ無敵あるから。あ、これ、裏したらよかったんか、今。あ、裏したらよかったんか。ちょっと待って、そしたら、ちょっと待ってな。どうしたらいいの、これ。これどうしたらいいの。一回行ってみる、これ。ワン、ツーの、スリー、ワン、ツー、はい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 。オッケーオッケー、ここ。ボーボーしたい、これ。あ、吹っ飛ぶやん。なんで吹っ飛んでんの、どういうこと、しぶといやつだな。ちょ、おい、ちょ、待って、ほんまにどういうこと、だって、吹っ飛ばへんって言うてませんでした。あこれあかんやん、止まる。難しいね。ちょっと待って、あ、全然効かへん。あそこ吹っ飛ばし、向こうちゃん回復するからか。なんこれ、ちょ、これ裏できるのかな、これ。あ、できるやん。できるやん。いいね。いいね。ちょ、これほんなら、ちょ、待って、ここジャスト入って、ワンからの、オッケー。これ耐えれる？おお、で、おーい、いっとけ、おーい、なるほど。ほんで、ここからのこれでどうや、これ。おー、無理か。それは無理なんか。危ない、怖い。ちょっと待って。ようわからんままやってんねんけど、小鳥されそうやけど、大丈夫かな、これ。ワン、ツー。あー、めっちゃ効くやん。おー、ワンからのツーでいって。おー、耐えてる。ワン、ツーからの。おい、めっちゃ入ってるやん。ダメージやばくない、これ。ちょっと待って。でも、アタッカーの仕事せえへんかったらあかんねんけど。あれ、取り際ちょっと行ってみる、ほんならこれ。どの辺や、この辺か。
かワンパンせー当たらへんかったんやけど、キング握ってオッケーちょっと待って、マジでわからん。使い方が全然わからへんままやってんねんけど、とりあえず百獣海賊の相手に頑張らなあかんちょことやね、これね。とりあえずちょっとそこ頑張って取り際行きたいねんけど、これ。はーい、よいしょーワンパン新年一発目ワンパン出ました、皆さん。ありがとうございます。ちょっと待ってよ。とりあえず取るで。一旦取るで。一旦取ったで。一旦取ったんやけど、ちょっと待ってや。ちょっとこれ頑張らない膨れたらえらいこっちゃちゃうん、これ。はぁ、あ。あぁ、よいしょー。オッケー、ボーボーせー。ジャストで入って、ここからのこれで、ここからのワンパンせー。無理？あ、いけるやん。でもこれも通常で多分やけど、オッケーオッケーオッケー。ワン、ツーの、オッケー、いった。あとあっち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 やいで、ディアタ取る、ディアタ取る、オッケーオッケーオッケー、じゃあ行く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 、オッケー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 、ここからのこれでいっとけ、オッケーオッケー、中入っとけ、無理やった無理やった無理やった、ああどうですかあっち、ああ負けたけど、ちょっと待ってな、これ待って、火力やばいな、刺した、はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。まあ、なんかよくわからんけど、とりあえず先はノリでほぼ3分いきれましたね。じゃあもうわからん。使い方合ってんのかね。とりあえず頑張っていきましょう。スキルを当てたら火力が上がるということすらもう忘れていたね。頑張っていこう。まずちょっと怠慢でさ、ちょっと気どろとかほんままずちょっと嫌なんやけど。頑張るか。こっちにめっちゃ来てないあれ。オッケー、じゃあ超フェスアタッカーとして俺らで頑張ろうぜ。てかこれさ、ワンチャン守れんのかな？俺危ない！ワンからの、ボーボーせ！ほんでほんでよし、ここかオッケー、ほんで、ちょっと待って、あー、やられたんやけどちょっと待って、あれ、エンマくんと俺、超越アタッカー共に速攻でやられて、なんで3ゲッタこっちに来てるどういうこと、すごいこっちにゲッタ寄ってる。今のわかんないか、そうか、ビで貫通やから、あれは食らうってことやんな、そうやんな、なるほどな。ほんならどうしたらいいの攻撃食らったらいいんか、普通に。ちょっとこれ、1からの2やって、これ普通1からの、オッケーオッケーオッケー、ここ、1、2、あ、これでよろけが今解けてますよっていうことやね、これね。オッケーオッケー、ここからのワンパンしたらいいんか、あ、ちょ、これあかんやだから、寄ってきたらあかんやんって、これ寄ってきたらあかんやんって、だからこれ、ちょっとやりにくいやんって、これ取り際行くか、ほんなら、オッケー、ちょっとこの辺、ちゃ、俺、よくわからへんけど、オッケー、いけてる、ちょっともうわからへんわ、ごめん。オッケーオッケー、状態以上には普通に弱いんか、なるほどな、そうやな。ってことはさ、これさ、うたちゃんとかってさ、どうなんの、負けるんちゃん、普通に。ちょ、行こっか、これ、だから、通常くらってオッケーってことやな、あー、痛い、これ、よろけ向こう、どういう状態、ちょっと意味わからへんねんけど、ほんまに。ちょっとこれ解けんのか、回復符の、同じ、あ、解ける、オッケー、いっとこう。あー、ワンパーどういうこと、わからへんけど、わからへんねんけど、とりあえず、ボーボーしたらいい、これ。当たってるんちゃうん、これ。あ、いってちょっと待ってくれや。これ死んだあかんやん、これ。ちょっと待ってくれ。オッケー、これ無敵使った、ここやな。オッケー、ここやな。おー、いいね。危ないね。おえー。お、ワンからの、オッケー、どこ行った。ここからワンパンしたい、これ。ワンパーン、ワン、ツー。わかさ、よく、バケモンかよ、マジで。おー、すごいね。すっごいじゃん。ちょっと待ってや。あー、怖いわ。それ、なんか、どういうあれやったっけ。あー、やられてる。はぁ、はぁ、ちょっと待って、危ない、ワン、ツーのスリー打ったらいいんか、これは。オッケー行くか。ビレか。オッケー行っとけよ、無理やんけ。ワン、ツー。おぉ、死ぬ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 。3対1、しんどい。オッケー逃げとけよ。ワンからの変わって、ここも被現したい。これ、ワンパンせー、オッケー、おぉ、もう防せー、行った、当たってへん。やられた、はっはっは、じゃあ、手分かんない。これさ、レベル80やん。ちょっと待って、ちょっと最後フランキーで行こうか。すまへん。えらいすまへん。自由のライドで、とりあえず一陣取ってきたらええやろ、これな。オッケーオッケー、とりあえずそれは、一旦取りますんですけれども。ちょっと待って、これジャストで入って、待って、無理やった。あ、ごめんなさい、ほんまに。あ、ラッキー。オッケー。で、とりあえず取ります。で、ワンチャンブースト来るんですけど、気絶がどえらいんですけど、ここブイーンやって、で、こっち行っちゃって、握ったら取れると思いませんか、悪魔がしてこなかったらね、はははシアタ取ってくれ。オッケー危ない、ナイス勝利。危ない、ちょっと待って。結構、
効果力やと思ったら結構こっちもやられんの早いんすね。MVP ありがとう。はい、次行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。続いては山と先出しで行ってみましょう。もう十分だろう。はい、行きましょう。てか、ね、今ね、気づいたんやけどね。パラメータ増加中の敵から攻撃されたら、よろけ向こうみたいなつくみたいな書いてあったんやけど、あれってどういうこと？そのな、さっきさ、よろけ向こうのさ、エフェクトみたいな出るやん、普通。あ、出てなかったくない？どういうこと？マジで。ずっとつくってこと？そしたらこれさ、ちょっとトリギーはどこまでどっかやってみていいの？これ。一発行ってみていい？おお、すっごいやん。ほんでこれ変わって、あ、兄弟対決やっておきます。オッケーオッケー、ワンツー、アイジャストで入って、オッケー、ワンツーのスリーでいく。おはははつえで、ほんでやねん、ほんでやねん、ほんでこれ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 、ほんでやねん、これはあの増加中の敵に攻撃されてみたいね、一回な。で、これでよろけ向こう、ついてるな。ほんなこれも常によろけへんってことかな。ちょっと、あ、ごめん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 、ちょっと勘弁して、一回、ワンツー、あ、じゃあそれ入って、ワンツーからのオッケー無敵で、おお、なるほど。で、これが変わって、ほんなもうずっとよろけ向こうってこと、これ。ワンツー、ワンツー、あ、すごいね、すごいね、マジで。そういうことか。やっと理解したぞ、俺。今やっと理解したぞ。ありがとう、教えてくれて。一人で気づきました。どうもありがとうございます。ここワンパンしようか。ワンパーン。ほんで、これあれやんな、タゲ取って、フルチャージで、ドーンやっといて、オッケーオッケーオッケー。ほんで、これこっち行っといて、ほんで、これで、オッケー、ドーンやって、ワンパーン。いかつあー、めっちゃ効いてるやん。あー、そうなんや、そういう感じなんやね。なるほどですね。あおー、痛い。いや、でもこれは無敵ないんちゃうの、これ。ほんなら、ちょ、ジャストで、ちょ待って。危ない。あー、効く。なるほど、悲願の距離はあの辺か。オッケー、ほんならちょっと待てよ。ワンからのオッケー、ジャストで入っとけ、無理やった。あああ、防御力無視。あ、トツカ普通に入ってんやん。あ、そっか、気絶効くもんな。じゃあやってくれ、ほんまに。ちょっと待ってくれ。難しいです、皆さん。身長フェスは、酒いっぱい飲んでる年末年始の頭で理解するの大変ですよ、ほんまに。ちょっとこれ、一回ちょっと待ってな。一時一回守らなあかんねんけどさ、そこちょっと取ってくれてありがとうなんやけど、ほんな緑のエンマは、ちょっと怖いや。怖い。あの人が一番怖いねんけど。ちょっと待ってやー。オッケーオッケー、ワン、ツー。一回ダウンしてもたごめんなさい。おーほいうまー、聞くちょっと死ぬやん、これ。俺死んじゃうやん。ちょっと待って、一回ちょっとこれ、変わらへんかったらやばいやん、これ。これパラメータ増加してへん、これ。おー、で、ボボセ、おい、チオチ。一体白馬っちには弱いんちゃうの、これ。白馬の株上がったな、そういえばな。そうやな、確かに。ちょっと待ってや、こっち行こうか、ほんなら。オッケー、握って、握って、ブーストが来るから、ここをまずはジャストに入りたい。無理やった。破壊力高っか。俺ここやるしかないってことやんな、これ。こっちからの方、悲願でワンパン戦無理やった。うわー、あかん。ちょっと待って、ここ取ろうよ、頑張って。無理ぽよ。ちょっと待って、や、無敵スキルがなかった、あかん。ジャストで入って。あー、ちょっと待って、無敵で。あー、ごめんな、もうできひんかった。ちょっと、ほんまに。待って、あと10戦ぐらいやらへんかったら理解できひんかもしれん。ちょっと、ついていけ。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。いや、ちょっとさ、これな、ヒドロが出た時もそうやったけどさ、ダブルキャラってやっぱ扱いむずいよなっていう話で、やっぱちょっと使いこなしたんやけどね、ちょっと練習あるのみですよね。頑張っていきましょう。百獣と戦う時は山と、状態異常が効く時はエースで行った方がいいんかな。そうなんかな、多分ね。ほな、これちょっと待ってや。これじゃあほんなら、ちょっとトリギワキング一発狙いたいねんけど、ちょっと待ってや。ワンからの、あ、もう取るわ、先に一回。あー、取れへんかった。じゃあこれトリギワどうですか、これ。ドン、おー、ほんでこれで俺もういいんかな、このまま。ワンからの、ワンからの、オッケー。あー、無敵しちゃいまった、間違えた。これあかん、今のは無敵合わせたらよかった話やな。そやな。すんません、ほんまに。ちょっとまだ使い方が赤ちゃんなもんで、ほんまに。ちょっと待ってや。むずいぞ、これ。どうしたらええの？キングいるから、僕はヤマトで飛んでいけばいいってこと？これ。今、回避使ってた？なんで当たんねん、マジで。ちょっと待ってくれ。ありがとうちょっと待ってや。もう裏スキルとかする余裕あらへんねんけど、ほんまに。これどうしたらいい、これ。マジで。ちょっと一回言っていい、これ。でも。おい、オッケー、
ワンパンやあかんやんこれ。ごめんみんな、ほんまに無理、もうあかんわ。俺もちょっともうバウンティーやめようかな。お前に正月に、お正月に俺にバウンティーさせないでほしいんですけど。ちょっと待ってな、ごめん、今出てはやられて出てはやられてやってるだけなんで、ちょっとそろそろ倒したいよな。そうやな、アタッカーとしてほんまにポコ、お危ない危ない、ポンコツな動きしてるから。ちょっと待って、分からへんねん。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしたらいいや、どうしたらいいや。一回でも怠慢じゃないと頭がちょっと俺整理できへんぞ。ちょっと待ってくれ。OK、これジャストで入って、ワン、ツーのスリーでどうですか、これ。これどういう状態ですか。ちょっと待って、やってくれてる、やってくれてる、ちょっと見とこう、その戦い方を。うん、どうや、それは、どうなんねや。おー、なるほどー。おいしょ、無敵に合わせたけども、どうなんでしょうかこれ。ちょっと何、押してへん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 。ワン、ツー。オッケーオッケー、いけてるいけてる。オッケー、ちょっと待ってくれ。おーし、ここジャストで入って、ここからのこれでドーンやって。で、これとりあえず取ろうか。一回取ろうか、一回取ろうか、一回取ろうかの前に。オッケー、ここドーンやっといて。ワンパーン、オッケー、取れるね、とりあえずね。よし、よし、オッケー。ほんで、アタカしかいいひんから、ちょっと頑張ってみんなで取らなあかんねんけど。おー、むずいむずいむずい。ジャストで入って、ワン、ツーの、スリーね。オッケーオッケー、ほんでこれで。ちょ、待て、その雷がクラッカーでビスケットで食らうんじゃん、こんな。おー、耐えてね、バジュランクで行くんじゃん、これ。ワンパン、おい、全然効かへんねんけど、なんでどういう状態、なんで効かへんの。ちょっと待って、これ、ちょっと待って、ほんなボーボーしたいで、これ。おーい、しゃ、ワンパンせー。それ無理やん。もう逃げるしかないな、でもな、これな。オッケー、ナイス、ありがとう。オッケー、ジャストで入っとけ。オッケー、ちょっと待ってくれ、これ。来ると来ると来ると、無敵が、無敵が来る。その前に、オッケー、ここからのこれでこれで行っとけ。逃げろ、もう逃げろ、逃げろ、アタッカーだから急いで逃げろ、マジでこれ。オッケー、ワン、ツー、どこ行った、どこ行った、どこ行った、ワン、ツー、行った。引きすぎじゃないですか、いくらなんでも。ちょっと待ってください、本当に。オッケー、最後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 、ワンからのここで、ワンパンセー。ジャストで入って、ワンからのツーでスキルがないから、もう無理じゃん、無理じゃん、無理じゃん。死んだ。これ、もう、あかんわ。結局、アタッカーやな、やっぱ。ありがとう。ちょっとごめん、終わろうと思ったけど、ちょっとあと一戦だけ行くわ。ここちゃん、次当たった、頑張ろうな。ここまで見てくれてありがとう。メンバーシップオリジナルグッズ絶賛募集発売中。詳しくは概要欄見てね。それでは後半戦、ヒュビゴー。アンジェルス、行きましょう。よろしくお願いします。ちょっと待って、頭の中で今考えたんですけど、起動のタイムやね。だから、ローに対しては、呪霊使った時に頑張って無敵で逃げるという感じやね。だって回避なくなるのは一緒よ。そうやもんね。だから無敵で無敵逃げて、ほんでその後はボーボーしたらええっていうことかな。で、キドロの場合はあれやね、スキル2であれやもんね。どっちも別に避けれるよね。そうやね。オッケー、じゃあ一旦取りましょう。オッケーね。で、クラッカーはどうしたらいいの？クラッカーって、まずはちょっと火力上げに行かなあかんか。オッケー、ちょっと行こうか、もうこれはね。一発ちょっと、頑張って、ワン、あ、そう、よろけるよ。そう、パラメーターあれやん。増加させんかったらあかんのや。あ、そうやん。じゃあ初手2かとあんまた、あれか、倒さん方がいいんか、これ。ここは無敵合わせでドーンやって。おー、なるほど。じゃあ、それ入っとけ、OK ね。ほんで、これ、こう、離れてさ、これ当たらへんの、これ。おぉ、当たるやん。いいね。ジャストで入って、ワン、ツーの、スリーからの、オッケー、ここからの、これでどうや。当たってる。いいね。はい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 。オッケー。ほんで、ちょっと待って、これは、2対1ってどうなのこれ。メイウィザーは貫通やもんな。お、ジャストで入って、ワン、ツーの、スリーね。オッケー、オッケー、ワン、ツー。で、これはジャストで入って無理やった。ほな、これで、ボーボーしたやんか。ほんで、スキル使うんかこれは。使うな、使うな。つやな。ほんで、ここで、悲願で、ワンパーンでけへんのかーい。ほんで、ちょ、これでやって、ちょ、ここ、ワン、ツーの、スリー。はぁー、なるほどー。おーい、よいしょ、ワンパンせー。あはははは、ほやん、火力。火力アホやん、マジで。ほんで、これキングやから110回速だやろ。あれ、これ、よろけへんの？あ、よろけてるやん。どういうこと？どういうこと？はぁ？どういうこと？マジで。ほんなら、これ、こっちにワンパンしたいんで、これ。あ、いけへんの？これ。あ、無理やん。おー、ワンからのツーいって。おー、よし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 。オッケー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 。俺ワンパンできんじゃん、こんなん。おー、無敵じゃないもんな、だってな。そうやな。オッケーオッケーオッケー。ほんで、ここ握ったね、一緒にな。オッケーオッケーオッケー。ジャストで入るやんか。後ろから、これ、悲願でドンして、ワンからの、あーやばいやん、これ。大丈夫か、バージョン来た。オッケーオッケーオッケー。しぶといな。オッケーオッケーオッケー。ここワンからのちょっと変わって。ほい、ジャストで入っとけ。オッケー、なんでやねん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 。耐えろ、耐えろ、耐えろ。とにかく耐えろ。とにかく耐えろ。いっとけや、これ。ワン、ツーの足ぬー。耐えろ。
ちょ待ってくれ。おワンからのチョコレート一回変わろう変わろう変わろう。ジャスで入ってワンツー。オッケーオッケー。ワンツーのスリー。おおメイウェザー食らってるけど全然吹っ飛んでも効かへん。なんで俺こんなとこまで来てんの。お前夜バラのこんなとこ来たことないで俺。ちょっと待ってくれ。これラプンツェル来た。やばいやん。知るやんブースト中やから。俺無敵ないやん。どうしたらいいのこれ。ブーストでちょっとヤマト懲戒させなあかんちゅうことですか。これはそうやね。ちょっと俺どこおんねんマジで。ちょここジャスで入って。オッケーオッケー。ボーボーせボー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 。おー言っとけよこれ。ワンからのツー言って。スム敵スキルたまらへん。ちょっと待って。一回ちょっとこっちにちょっと待って。ここ無敵合わせてドーンやって。ジャスで入って。おーカブラドーンやって。オッケーなんやけど。おーヒガー。もうちょっと待って。ごめん、もう一回で経験してくれへん、お前。買ったんやけど、いいんやけどね、もう一回行くわ。よろしく。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。これもマジガチラストね、これね。ちょっとや。初手は、パラメータ増加した敵と戦えば、永遠によろけがつくっていうイメージで合ってるんかね、これは。とりあえずそれで俺は行ってみるわ、一回。ほんで、クラッカー、さっきみたいな場合は、あれやね、ヤマトで戦わなあかんのやね。状態異常が入るからね。なるほど。はい。オッケー。じゃあとりあえずちょっとこれここ行ってみる。これドーンやってみて。はい、オッケーね。で、これ、ここからちょっと飛んでみてもいいわけやね、これね。はっきりまだだからやったらあかん、これな。今で、あそこ終わりました。終わりにここからのこれで、おー、いってるね。オッケー。ほんで、これ攻撃してもらったらええんか、あれに。キッド待ってよ、一回。ちょっと待って。一回攻撃してよ、一回。じゃあ、今回攻撃してほしい、それは。ちょっと待って。ちょっと待って、ここ、ワン、ツーの、当たった。俺、これはどうなってんの。よろけ向こう、よろけ向こう出ました。よろけ向こうが出ました。オッケー。じゃあ、一個これ無敵スキルで。オッケー、無理やった。ボーン。ワンパーン。オッケー。ちょ、待って、ここ、わからへんって。ちょ、待って、これ、ワン、ツーの、スリー。それは何どういう状態。オッケー。オッケー。ワン、ツー。火力、化け物かよ、マジで。で、今、じゃあ、2つ買って。なんでやねん、お前。裏からのこれでどうや。うわ、いかつい。ちょっと待って。これはちょっと待って、これ、ちょっと待って、無敵スキルがある方とやった方がええんか、これはね。ちょっと待って、動かへんねんけど。ちょっともう最悪なんやけど、ほんまに。カーソル動かへんかったんやけど、なんでやねん。もう、でかいの、もうちょっと、青ヤマトにどうやって買ったらいいの。ちょっと待って、投資を入るんちゃうの。じゃあ、ヤマト入らへんのか。あ、そう、ヤマト戦えばいいんか、そうやな。おい、あんま忙しいて、頭の中がほんまに。ちょっと待って、ヤマト一回ちょっとやってみて。ちょっと一回やってみて。これ、どういうこと。あ、これでだから何かぶらで割って、ワン、ツー。めっちゃ効くやん、ほんで。あそこ、普通にシンプルに赤やもんな。だって俺な。で、こっち溶けとって。もう最悪や。ちょっと待ってくれ。オッケー。もうバカだねー。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、これでもな、回復不能ついてもやっぱダブルキャラやから速攻溶けるってことやんな。そう、最高やな、ほんま。ここ気をつけよう。ここちょっとブースト気をつけなきゃやばいねんけど。怖い。ちょっと待ってくれ。で、クラッカーくんねんな。ちょっと待ってや。ナイスで。ちょっともう見えへんで。わからへんねんけど。うわー。オッケー。ここ行っとこう、これ。あ、ジャスライで。あぶねー。耐えたんやけど、ほんまに。無敵がある方がいいよな、これな。だからな。ちょっと待ってや、待って。落ち着いていけ。落ち着いていけ。今から火使ってたら。今でさえ無敵くるやろ。これ、ナルイカブラで先にこれで。当たらへんのんか。早かったんかい、これ。ちょっと待ってくれ。わからへん。絶対ここバジラング食らったら死ぬやんな、さすがにな。オッケー。で、ここ無敵合わせな、これでドーン。ワンパーン。オッケー。ほんで、これは、ちょっととりあえずここ、ワン、ツーのスリーからの、ここ、ジャストで入っとけ、無理やった。いや、この、とりあえず、2かしばかりに勝ったお話にならないってことでしょ。ワン、ツーのスリー、ワン、ツー、オッケー、ここジャストで入って、オッケー、ここからの、耐えろ、いっとけ、出ろ、で、向こう取ってくれてるわ、ありがとう、ほんまにありがとう、ジャストで入っとけ、無理やった、ワンからの、ツーで、オッケー、ワンパーン、負けた。あらした。終わろうと思ったんですけどね。終わろうと思ったんですよ。別に負けたから、悔しいからもう一回っていうあれじゃなくてね。別にね、お正月なんでね。はい、お正月特番とかよくあるもんね。まあ今日はちょっとこれ7戦目ですかね。そうですよね。地獄の7連戦っていう感じでお届けしていきたいなと思います。7戦やってもあまり成長していない俺。ちょっともうわからへんわ。ちょっとタイマーとりあえずちょっとパラメータ増加する系男子どこや？あそこおるね。オッケーで、これ、ここからの。ほい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 、トン。
おー、いいね、何かぶら110回読ぐらいに対していいね。で、これで、とりあえず、次は、オケワンからの、バジュ打った。で、ここは、ジュレが来ない。と、取り際でいいか、じゃあ、オッケー、ワンからの、オッケー、ジュレ使った。オッケー、ここ行こうか。はい、ドーン、なんで、なんで、タゲ取れへんのこれ。どういうこと、痛い。あの距離届かへんのマジ、あ、そうなんや。知らんかったね。オーケー、無敵ドーン。おい、オッケー。ほんで、パラメータ増加中の敵どこや、あ、痛い、やろうぜ、これ。とりあえず、よろけ向こう、俺多分まだついてないやんな、だって。あ、ついてるわ。いけてんねんけど。ほんならもうこれ倒せるやん、通常で。オッケー、ワン。おう、オッケー。じゃあ、それ入って。なんでやね。ちょっとこの人、呪霊ないですやんね。この人、ジャストで入って、ワン、ツーでしょ。で、これ、ボーボーして、こう、ワンパン？なんで、当たらへんのこれ。やば、怖いねんけど、今の距離当たらへん。意外と短いのね、君ね。ちょっと待ってね。ちょっと待って、これ、どうしよっか。無敵スキル当てたいな、今な。そうやな。今から火使ってたっていうことは、ここからのこれでドンやな。オッケー、あれ、ワン、ツーのスリーやね。オッケー。ちょっと待って。痛い。ちょっと待って。どうなってんのこれは、こっちになりかぶらドーンやっとこう。一回来たと変わらへん。ブーストは怖い。これ、マジでガンマナイフとか黒たらやばい。いや、怖いわ。ほんまに。ちょ、これ肉これお肉ですか、食べていいですか、ちょ、待って。なんでこっち来た、ちょっと待って。ごめん。食いたかったんや。ごめんな。あ、そうなんや。ごめんな。あ、ちょ、待って。あ、ボコ。いや、ちょ、待って。110回でぐらい出るとか、やまたやぞ。覚えた。ボーボーせ。これ、ちょっと待って。回復して。ほんで、ちょ、これ、いつまで続くんこれ。おー、ワンからのツーいって、いらんやん、ほんまに、これ。ちょっと待って、オッケー、ワンからの、オッケー、ワン、ツー、あ、これ、ボットじゃない、違うわ。それは違うな。そんな動きせえへんもんな。これさ、ヤマトやったらマジいけるよな。これ、もう、よろけついてんじゃん、だって俺。オッケー、ワンからの、どういうこと？オッケー。で、それ落ち着いて取れますやんね。ほんな、ちょ、待ってや、これな、ちょ、待ってや。ここら辺ちゃう？オッケー、ここ、ワン、パパ、お、めっちゃ入る、あ、そうか、もう、スキルで火力上がりまくってるから、どうやえらいよっちゅう話やね、これね。で、無敵がないけど、ちょっと待って、俺残しとかなあかんな。あれ、ガンマナイフいきそうやな、あれな、あれな、せやな、今から火使ったな、ジュレ来るな、これな、せやな、終わったな、ここからのこれやな。おいしょー、オッケー、効果力えぐい。ほんで、ちょっと待って、ここから、ワンからのツーで、オッケー、大丈夫、いける、これ大丈夫、軌道さえ潰せば大丈夫。オッケーとこ、おー、パー、素晴らしい、ボーボーせ、おいしょー、ジャストで入っとけ、無理やった。おー、残るね。でもこれ勝ったね。オッケー、やっとですわ。納得いきました、自分で。まあ、ちょっと、まあ、もっとちょっと、今度は練習しときます。はい、というわけで、どうだったでしょうかと、まあ、ちょっとね、お正月ボケプラスですね、まあ、使いこなせていないという感じで、全然下手くそなプレイをお届けしてしまったんですけれども、ガチ評価ということでですね、まあ、とりあえずイメージね、今のね、現状ね、今のリーグで絶対に連れて行きたいキャラではないようなイメージです。はい。ただまあ、火力はもちろんやっぱ申し分ない威力がすごい出てたんですよ。もちろんね、このスキルで攻撃して、まあ攻撃力が上がっていった時の、多分火力はほんまにどえらいんで、それはすごいなと思ったんですけど、やっぱりね、アタッカーやなっていうところですよね。ゲッターのキドロの方が、必要かなっていうイメージです。今のところは。はい。ただまあ、対キドロに対しても、もちろんそうやって強く出れるような瞬間はあるので、まあそういう面でしょうね。なんでもうどうなんですかね。なんかまあ、今ねメダルがだからスキル2短縮型の攻防ですけど、次はちょっとまあそうね、無敵スキルの方をできればちょっと短縮しようかなと思っております。ただ次の動画出すのがですね、おそらく5日かなぐらいに多分なると思うので、はい、それまでにちょっと頑張って、ヤマト S ASM とかちょっと練習していきます。頑張って、今日とは全く違うような感じで活躍できるようにね、頑張っていきたいなと、思います。ただですね、サポートがですね、はい、ゾーン系とロギアで、これ初めましてですよね。これはね、2種類入ってるっていうのは非常にまあ、サポートで生きてくるのかもしれないんで、まあその点では素体だけでも確保しておくのはいいと思うんですけれども、チケットかな、やっぱりもし買えるんであればね、チケットでもうほんまに確保だけして素体だけみたいな感じで、多分ダイヤで行ったらどえらい大やけどすると思うんでね。お年玉持ってかれたで済まへんと思うんで、まあちょっとあんまりダイヤで負荷を追いしまくるのは今のところは現状はね、おすすめしておりません。まだだって超フェスがね、第2弾第3弾と来る可能性が
あるんでね。毎年3、2、3体出てるんで、この時期にね。はい。なので、ちょっと、まあ、様子見でもいいのかなとは思います。大急ぎで引かなくてもいいのかなとは。はい。今のところは思っております。はい。というわけで、本日はね、新キャラエース、ヤマトの勝ち評価というわけで、これぐらいで、2024年一発目の動画は終わりにしようかなと思います。今年も改めて皆さんよろしくお願いいたします。それでは、本日はこれぐらいで終わりたいと思います。皆様、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。See you!